はい、ということで今回決勝は、もしキノコをサンシャイン空港で一つ使うならどこが有効ということで比較していこうと思います。直線でキノコを使った場合 0.3 秒ほど速くなるので、それを参考に見ていってください。さあ、画面左通常ルート、そしてキノコを一つ使ったショートカットバージョンが右です。さあ、まずはね、2個目のアイテムボックス付近のショートカットなんですが、このショートカットは1秒弱ね速くなりましたと。続きまして、ゴール前のダートのショートカット、ここでキノコを使った場合は、何も使わなかった場合と比べて約ね 0.5 秒速くなりました。さあ、最後問題児、途中にあるジャンプ台ですね、ここの謎のジャンプ台、ここでキノコを使った場合はなんとタイム差が 0.386、 ほとんど直線と変わってない。結論、やつはショートカット界の敗北者ジャッキー。任天堂さん、なんであそこに台置いたんでしょうか。マリオカートで気になることがあればコメントください。